ワンダーか。ワンダーって野球やるイメージないんだけどな。オランダ野球やってるイメージない。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、いよいよプレイボールまであとわずかです。強そうだな。見た目はね、見た目だけじゃない。オランダってでも野球やるイメージ。違う、オランダのことようじゃない。黒人のこと。オランダってもう黒人の国じゃないでしょ。ヨーロッパじゃん。ヨーロッパじゃん、オランダって。1回の表、オランダの攻撃。トップバッターはマウンドは先発ピッチャー、ボンチュンゲン。今日の第1球。ボンジュン。1球目は空振りです。カウント1ストライク、ノーボールです。2球目はどうか。多分ね。ストレートを持ってきました。ボールカウント2ストライク。野球の教授がね、言ってね、うん、教えたと思うよ。この3球目はどうする。サッカーでも知らん国がサッカー覚えたの。外のボール打ちました。これはセカンドになります。1塁送球。1塁はアウトです。野球のわからない左のゴロに終わりました。そしてバッターまず誰か後ろにバッターを打ち取っています、うん、初球はボールが切れたまさけどね。まず最初のボールを決めていきました。ボールカウント1ストライク。この回は1アウトになっています。ボールも手作りでこの球は見ます。カウント2ストライクノーボールです。ールさあバッターはどうする、うん、ありえるか。3球で決まった。なんでキャラが怪我するんだ。2アウトになっています、うん。まずは見送りました。ワンストライクノーボール。この回まず2アウトを取っています。第2球はどういく。これは入りません。平行カウント1エンド1。先頭打者は内野ゴロ。その後三振を取っています。内への球で2ストライク目を取りました。このストレートで追い込みます。さあ第4球。低めのボール打って打球はショートへ。抑えた。一塁へ。一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。1回の表が終了。オランダ代表3人で攻撃をし、そしてオランダの先発ピッチャーポンソン、韓国をどう抑えてくるんでしょうか。1回の裏、韓国の攻撃。先頭のバッター第1球です。初球でなった痛烈当たり、右中間、打球が上がった。カバーオンでヒット、落ちました。打ったバッターは二塁へ向かった。中継に入る、ツーベースヒット。さあ今のバッティングなんですが、赤尾さん、まあ、サインじゃないと思うんですけどね、真ん中ですからね。自分のバッティングをすればいいですよ。結果としてタイムリーになりますからね。さあ韓国ライト、ライトへのツーベースヒットでランナーを出しました。最初のボールはまず空振りが当たりません。まっすぐはですね、必ずまっすぐ来るとは限りませんからね。あ、そうでしょうね。速球決まりました。ツーラスイングです。さあ次のサインは、ストレート打ちました。この打球はレフトです。しかしこれは守備範囲取りました。これでワンアウト。レフトフライに終わりました。さあ長打を期待していきたい。いや豪快なバット。ワンアウトになっています。一塁を送ります。一塁アウト。ランナーはその間の三塁へ。ショートゴロに終わっています。ファンはホームランが見たいでしょう。まあ風に関係なく意識はスタンドだと。これで誰やね。ツーアウトになっています。今度は初球。いったー。ホームランじゃないけど。やった。やりました。センターの頭の上。今からホームライン。さあボールが返ってきた。タイムリーツーベースヒット。1回で1点先制します。初回から優位に立っていく。さあ今のシーンです。そして次の5番中心数、この追加点のチャンス、リードを大きくできるでしょうか。中心数対で韓国がリードしています。ああやってみた。打球はレフトへ上がっています。取りました。スリーアウトチェンジ。1回の2回の表、オランダの攻撃。この回は4番から。さあ今日の第1打席です。痛烈な打球、初球になった。サードへの打球、一塁へ。一塁、これはアウトです。サードゴロに終わっています。そして今日最初のバッターボックスです。
初球振りません。ワンナッシングです。ボンチュング1点のリードをもらってのマウンドになります。外の次は村本、さあ追い込みました。ボミューみたいなことになる。あっと三球三振。そして次は D バッター2人を打ち取っています。まずは初球見送りました。ワンストライクです。今日の1打席目になります。見ましたがストライク、2ストライクです。あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。2回の表終了。オランダ代表この回も3人で攻撃が終了しています。2回の裏、韓国の攻撃、バッター、イ・ボム、バッターボックスに入ります。いきなり得点を与えましたが、ここからはどうでしょうか。初球変化球、空振りです。大きいのを狙ってますよ。はい、ここは大きな空振りになりました。攻撃中の韓国、先ほどの回は残塁が1、しかし1点が入っています。中へ、さあここは追い込まれていますが、スリーアウト。下位打線に回ります。イデホ右打、まず先頭バッターから三振を奪っています。さあ初球、初球しっかり届いた、ピッチャー振った、一塁に送ります。これは一塁アウトです。ピッチャーゴロに終わりました。打順が変わります。三人と打線、この回順調にツーアウトまで来ました。どこから攻めるか。1球目は空振りです。ワンストライク、先頭バッターは三振、その後は内野ゴロに終わらせました。あっと打った、あやっちまった。いやボールの力に負けてましたよ。はい、今のは完全についていけませんでした。取りました。これで3アウトチェンジ。さて試合は1点差のまま。3回の表続けて三振を取っています。どこに入れてくるか。初球インコース、ワンストライクです。このゲームの最初の打席になります。高めのボール打ちました、左へ、ラインの外、今のはファウルです。三者連続の三振。次のバッターです、ヤンス、ワンアウトランナーはありません。まずは初球ストライク、ワンストライクノーボール。さあ2球目は高めのインコース、2ストライク、追い込んでいます。三振、これで4者連続、空振りの三振に切って取りました。ウォンチュング、ズバズバッと三振に切って取ります。そして次の球団、今日最初のバッターボックスです。初球ヒッティング、キャッチャーを抑えた、一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。3回の表が終了。オランダ代表この回も3者本体になっています。いやいや、あと何個でくる、あと15音でくる、うん、15音じゃこの試合終わらんまでも、さすがに3回の裏、韓国の攻撃、この回は1対0、韓国がリードしています。まずはストライク、カウント1ストライク、ノーボールです。さあ、今日の第1打席です。これはストライク、これで追い込みました。次のボール注目しましょう。ここで打順が今日2度目のバッターボックスに入っています。このマート、このマートに走り拾ったらしい、まっすぐ打ってショートです。ショートが取ります。一塁送球、送球がそれましたがタッチして、これはアウトです。ショート、もう一度振り返りましょう。そして次の2番、ツーアウトになっています。その初球ボールになりました。この球は外れています。次の2投目、これはストライク。まっすぐといってもね、いろんなまっすぐがありますからね。そうですよね。ストライクを打って上がった、もう完全にボールに押されてましたね。ですね、力のあるボールで打ち取りました。取ってこれで3アウト。さて試合は1点差のまま。4回の表、オランダの攻撃、こちらもこの回から2巡目に入ります。キング星、右打席です。素晴らしい立ち上がりを見せています。
初球外に来ました。ワンラッシングです。どう攻めるのか。高めに決まりました。直球で追い込みました。三球三振、空振り。そしてバッボンチュンが1点リードのマウンドが続いています。第1球です。まずは外から来ました。ワンストライク。第2球はどういく。打って打球は右へ。これでアウトが2つ。セカンドフライに終わり、順調に2アウトにしています。まずはインコース、ワンストライクです。初回の1打席目、ショートゴロに終わっています。外いっぱい決まった。ストレートで追い込みました。ほらこれいいか、スーパーと三振、クリアとチェン。白いのか。知らんわ。あんたが使う方が多いんだろ。接戦が続きます。いやどっち面白いんだよこれ。4回の裏、韓国の攻撃。これが2回目のバッターボックス。こんなことないよ。さあ、黒い当たり、センターに上がった。追いかける追いかける。さあ、ヒットになった。打ったバッターは二塁へ向かいます。さあ、二塁、クロスプレーか。ツーベースヒット。左中間へのツーベースになりました。ベンチの期待に応えたいバッターボックス。ここはベンチも見守るしかない。トンソン、この試合許したヒットの数が3となっています。初球です。いったー。2点を追加。その差は3点になりました。打つべき人が打ってくれました。期待の一発です。こういうのがあるとベンチのムードがガラッと変わりますよ。どうでしょうね。本当にオーラのある選手ですね。さあ、どんなイメージで打席に入ったでしょうか。そうですね、狙うボールも飛ばす方向もイメージできてると思いますよ。なるほどね。とにかくピッチャーに嫌な打者だなと思わせたいでしょうね。どんなボールをどう打つか今後の印象になっていきます。これも鋭い当たり、ショートへの当たり、一塁へ。さあ、アウト。ショートゴロに終わっています。そして次の6番イ・ボムホ、バッターボックスに入ります。2回目の打席はどうでしょうか。あっと、打った。今度もショートのゴロになりました。1塁に送ります。1塁はアウト。余裕がありました。そしてバッターは7番、これが2回目の打席。最初は外のボール、ワンストライクノーボール。この前の当たりは芯で捉えたんですが、ピッチャーゴロに終わっています。これも強烈な打球。いいですよ。後ろに下がった、下がった。深いところに投げた。長打になるか。打ったバッターはセカンドへ。さあ、中継に間に合うか。ツーベースヒット。センターオーバーのツーベースヒット。そして次のバッターと2回目の打席はどうでしょうか。打っていった。これはピッチャー。一塁へ。これは一塁アウトで、スリーアウトチェンジです。しばけんかった。さあ、今度の攻撃で流れを変えていくことができるでしょう。ブー。5回の表、オランダの攻撃。先頭バッターは4番ハルマン。ノーアウトランナーありません。タオさん、オランダはどうすればいいですか。やっぱ点差が開く前にね、詰めないとね。はい、とにかく出塁したいこのバッターボックスです。はい、2投目、これはストレート。さあ、2ストライク追い込みました。あ、外のボール打ち上げた。これはどうでしょうか。取ってワンアウト。まずワンアウトです。まだランナーを出せません。この回もまず先頭バッターを打ち取りました。初球はなんかおる、虫が。蚊がおる。蚊か。蚊じゃなくて何回よ。ボール持ってきました。ボールカウント。耳がなんかポジれ。次の2球目、当てただけ。上がってきた。センターです。これでアウトカウントが2つ。センターフライに終わりました。最初は空振りになりました。ワンストライクです。次の2投目、今度は打ち。さあ、バッター追い込まれています。次はどんなボールを持ってくるか。あっと、空振り三振、スリーアウトチェンジ。5回の表が終了。オランダ代表5回の三者凡退に倒れています。依然
5回の裏韓国の攻撃対します。この回の先頭チェジョン、ドンソン、ここまで打たれたヒットの数が5となっています。真ん中打って一塁間の当たり取って一塁送球、これは一塁アウトです。ファーストゴロに終わりました。次のバッター、この回はワンアウトになっています。最初の1球外から攻めていきます。ワンストライクノーボール。さあ次はどこへ行くか。これも鋭い当たり、打球はセンターへ上がったぞ。3つ狙ってほしいですね。あっとセンターの頭の上を抜けていきます。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ、ツーベースヒット。さあワンアウトランナー3、追加点のチャンスとなりました。さあもう一度見てみましょう。ベンチの期待も。3回の2打席目レフトフライに終わっています。初球外に来ました。ワンストライク、点差変わらず3点差、韓国がリードしています。さあどうでしょう。これも強烈な打球、この辺りはセンター打ち上げた、ランナーを運ぶ、ランナーでした。さあバッターランナーは2塁へ、3塁ランナー今ホームイン、ボールは中堅のセカンドへ、タイムリーツーベース、4対0、1点を追加、4点差に広がりました。さあもう一回今のシーンです。この場面でのピッチャー交代、初球の入りに注目ですね。そうですね、バッターは登板後の初球は狙っていきたいところですね。そして次の3番リテック、右打席に入っています。これが今日3回目の打席、初球から打っていきます。センターに持っていきました。ワンバウンド、ヒットになりました。さあセカンドランナー3塁もあります。そして一気にセカンド狙った、狙った。さあセカンドランナーがホームインしました。タイムリーツーベースヒット、5対0、連続のタイムリーツーベースヒット、1点が加わります。5点差に広がりました。今のシーンもう一度見てみましょうか。そして次のバッターを迎えます。キムテイヨ、右のバッターボックスです。ワンアウトランナー2塁です。カオさんにお伺いしましょう。韓国はどんな展開に持っていきたいですか。まあいろんな攻撃試してもいいですね。はい、ここはどういった攻撃で来るんでしょうか。はい、アウトコース、ツーラスイングです。変化球打って打球はセンターへ、前進前進、抑えた。さあセカンドランナーはセンターフライに倒れました。アウトが1つ増えて2アウトになっています。初球ストライクを取りました。ワンラッシングです。一つ前の打席は綺麗な当たりだったんですが、真ん中落ちました。ショートが抑えます。一塁へ、一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。さて試合は5点差となって6回に入っていきます。この試合はまっすぐが多めの配分になっている。ワールドベースボールクラシックです。これが2回目のバッターボックス。初球は初球狙って空振りです。ワンストライクです。ボンチュング、今日の5回までのピッチング、ヒットは打たれていません。失点なしの成績です。まっすぐできました。カウント2ストライクノーボールです。3球三振、そして次の2つ続けての三振を奪っている今日のピッチングです。最初はストライク、ワンストライク、2球目はどうでしょう。これはセカンド取って一塁送球、一塁楽々アウトです。ツーアウトです。もしかするともしかするんでしょうか。この前の打席キャッチャーゴロに終わっています。最初は外に持っていきました。ワンラッシングです。さあ第2球ストレートを持っていきました。ボールカウント2ストライク、上がった三振、これで3アウトチェンジ。最後はバットを出しませんでした。6回の表までゲームは終了しています。オランダ代表、この回も3人で攻撃が終了しています。6回の裏、ここまでの韓国ヒットが8本、5得点の内容です。一方のオランダ、ヒットはなし、まだ得点がありません。韓国がリードしています。真ん中はこの前の打球はいい当たりだったんですが、ショートゴロに終わっています。これはストライク、2ストライク、インコース打って取りました。1塁に送ります。1塁、これはアウトになります。
セカンドゴロに倒れました。そして次の7番イデホ、右のバッターボックスです。ニューマン、今日は1回を投げて許したヒットが1本、なかなかできた。やっと弾いた、すぐにカバー、1塁に送ります。まだ余裕がありました。アウトです。そしてバッターは2アウトになっています。これも強烈な打球、これは大きい、これは大きな打球だ、入った、グラウンドを飛び込んだ、ホームラン、完全試合を援護します。真ん中の打球はレフトスタンドに消えていきました。そして今ホームイン6対0。今のホームランはどうでしょうか。いや、簡単なボールじゃないですけどね。はい、1点追加、6点差になっています。そしてラストバッターチェジョン、これが3回目のバッターボール。まず初球、これも初球狙った、センターに上がった、追っていきます。この打球は失速です、伸びません。さて試合は韓国リードのままラッキーセブンに入っていきます。7回の表、ご覧、ここまでのオランダ打ったヒットは0、まだ無得点です。一方の韓国、ヒットが9本、そして6点を入れています。韓国がリードしています。この前の2打席目、空振りの三振に倒れています。第2球、まっすぐ持ってきました。ボールカウント2ストライク、スイングアウト、三球三振。そして次、まず先頭バッターを三振に仕留めています。さあ初球です。まず外から入りました。ワンストライクです。次のボールは入れてきました。これで追い込みました。さあ追い込んだ。真ん中打った。これはピッチャー正面。一塁へ。一塁。これは十分間に合います。アウトです。そしてクリーンナップ。4回の前の打席。スイングアウトの三振に倒れています。どこから狙うか。最初はインコースから来ました。カウントワンストライクノーボールです。ツーアウトになっています。今度は変化球、変化球で2ストライク目を取りました。あっと、スイングアウト三振、クリアアウト10。7回の表が終了、オランダ代表この回も三者凡退に終わっています。依然1人のランナーもありません。7回の裏、韓国の攻撃、この回は打順変えてトップから始まります。イ・ジョン、左のバッターボックスです。どこから行く。初球空振りになりました。しかし今日はストレートがいいように思いますが、2球目はどうする。あっと、痛烈な当たり、ファーストが取ります。このままキャンバスを踏んでアウトになります。打順を待つ、今日はツーベースヒットがありました。真ん中落ちました。スクープ、すでに落下点に入っている。セカンドライナーに変わりました。今日4回目のバッターボックスに入っています。最初の1球は何か。まずは初球ストライク、ボールカウント1ストライク。さあ次のボールはしっかり捉えた。セカンドは間違いないでしょうね。ボールを追っていきます。二塁を破った、止めていきました。バッターランナーは一塁を蹴って二塁へ。ショートが中継、3打席連続のツーベースヒット、左中間へのツーベースが。ヒットは2本、ホームランもあります。今度もいい当たり、センター下がる、見送るか、見送るか、見刺した、パーフェクトデーブに心強い一発。急転入、この空高く美しい放物線を描きました。7回の裏、ここでホームランが飛び出しました。勝利にぐっと近づくホームランになったか。今ホームインしました。8対0。そしてチームメイトが並んでいます。2点を追加します。点差は大きく開きました。そしてバッター中心、まあ、動きがいいんですけどね、まだヒットないですよ。はい、このゲームはちょっとバッティングで結果が残せていません。何から持ってくるか。真っ直ぐ落ちました。打球は右中間だ。ワンバウンド、ワンバウンドした。バッターランナーは二塁を狙った。セカンドが中継、ツーベースヒット、うん、さあ川さん、今のバッティングはどうご覧になりましたか。うん、ああ、これは見ていて辛い、ちょっと同情した部分がありますが、うん、さあランナーが出ました、うん、イボム、2本、うん、このゲームはここまで全て凡退しています。初球は手を出しません。カウント1ストライクノーボールです。さあ第2球、真ん中は、さあこのゴロはどうだ、取って一塁に送ります。今のでこの回4本目。さあ次のランナー本塁1塁、この回もチャンスを作りました。さあ繋ぎました、イデホ、右の打席に入りました。イデホ今日は1回塁に出ています。真ん中打ちました、低い当たりになった。
チェンジ。7回の表裏を終了。韓国代表2点を追加、8対0リードを広げています。8回の表、オランダの攻撃。この回は4番から始まります。ハルマン、ここは塁に出て繋いでいきたいところ。ここまでのオランダヒットはなし、まだ得点がありません。韓国がリードしています。5回の2打席目、ショートフライに終わっています。すごい打ちました。打球がセカンドへ、抑えた。一塁に送ります。一塁はアウトです。ワンアウト。22個目のアウトを取りました。バッター、デキャスター、右のバッターボックスに入りました。8回の表、ワンアウトになりました。初球外に来ました。ワンストライク。さあ3回目の打席、まっすぐで決めました。ツーストライクです。打った、これはショート、取った。一塁送球、アウト。これでツーアウト、完全試合達成に近づいています。バッター DH アドリアン、8回の表ツーアウトです。第1球です。最初は外に持ってきました。ワンラッシングです。この試合すでに奪三振の数が12となっています。ストレート決まってツーラッシング。このストレートで追い込みます。あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。ゲームは8回の表を終了。オランダ代表、この回も3人で攻撃が終了しています。どれじゃあるか、あと3人倒したらパーフェクトゲームだ。ピッチャーを出します。ファンカンペ、韓国に対してどんなピッチングを見せるんでしょう。8回の裏、韓国の攻撃中の韓国、先ほどのイニングは残塁が2、しかし2点が入っています。さあ第1球、いい当たり、入るか入るか、入ったか、ホームラン、ホームランです。完全試合を連動します。快音になったスタンドのものすごいスピードでレフトスタンドに飛び込みました。8回の裏、ホームランを放ちました。これはラッキーだったか、勝負を決定付けたか。今ホームイン、9対0。さあ田尾さん、今のバッティングはどうでしたか。どんな場面でもね、ピッチャーからしたらホームランは嫌ですよ、はい、1点を追加、さらに点差が広がりました。今日はまだヒットが出ません。ホームランの後はヒットが出ました。ライトへのヒットになりました。そして次のバッターとは韓国代表、ライトへのヒットでランナーを出しています。どこから行く、初球見送っていきます。ボールカウントワンストライク、2球目はどうか。これも強い当たりだ、セカンドの打球、ファーストランナーは2塁です。2塁ストップです。さあ今のバッティングなんですが、赤尾さん、あのまっすぐであればバッターも手を出しますよね。はい、その頃をヒットでした。今の打席です。得点差は9点、韓国がリードしています。オッケー、これはセンターへの打球、しかし大丈夫、これは間に合います。取りました、センターフライに終わりました。さあヒットを重ねたい。それはもうね、毎試合ヒットは欲しいものですよ。当たりが欲しいですね。今日5度目のバッターボックスに入っています。初球狙って、これはいい当たりだ、打ち上げてレフト、いいんじゃないですか。バッターをヒット、落ちました。打ったバッター2塁へ向かった。さあショートしてて、ツーベース。まあ、こうなったらいいボールしか手を出さないでしょうね。バッターは余裕を持って打席に立って、さあランナーは三塁二塁に変わっています。どうですか田尾さん、韓国のこの後の展開なんですか。ここはね、もう楽に行きました。この痛烈な当たり、これも大きいか、大きいか、大きいぞ、当たった、リーランホームラン。めっちゃ打ちや、強い一発、3人になったスタジアムの一瞬のうちにゲットスタンドに吸い込まれました。今ホームに戻ってきました。13対0、選手全員が出迎えます。3点を追加します。この回5点目、点差は大きく開きました。さあこれはどうでしょう。次のバッターが入り、今日はツーベースヒットを打っています。初球はどうでしょうか。ストレート、センターに持っていきました。ワンバウンド、ワンバウンドした。レッドバッター1塁でか、ボールをつないでいく、ツーベースヒット、2打席連続。田尾さん、今のバッティングは、あのまっすぐではね、まっすぐ待ってても待ってなくても打っていきますよ。はい、その球をしっかりしました。韓国代表、真ん中は取って、ツーアウトになりました。ピッチャーフライも終わりました。ツーアウトで次のバッターを迎えます。イデホ、今日のゲームは1回出塁しています。初球から打った、いい当たり、これはどうか、下がる下がる、追いかける追いかける、これはフェンスに当たった。さあバッ
これコードゲームなんだ。次のバッターはどうでしょうか。攻撃中の関東、このゲームは出場選手全員に安打が記録されています。まず初球。さあ、伸ばしても点が入ります。強烈な打球がいった。いいと思いますよ。綺麗に抜けた。ワンバウンド抜けました。ショートが中継。さあ、このランナーがホームインしました。タイムリーツーベース。15対0。2者連続のタイムリーツーベース。1点が入ります。この回7点目。どんどん点差を開いていきます。そして次の9番チェズ、さあ5回目のバッターボックス。さあこの場面でセカンドへのゴロになりました。一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。8回を終了、韓国代表7点を追射、15対0、一気にリードを広げています。9回の表、オランダの攻撃。先頭バッターは7番ベンゲルハート。やはりこの先頭バッターとしては塁に出たいところです。まだフォアボールを出していません。これはすっぽ抜けました。ノーヒットで最終回を迎えています。ストレート決まってワインドワン。ボンチュング今日の8回までのピッチング、許したヒットはありません。無失点できました。やっと打ちました。ショートの前、ショートが取ります。一塁へ。あー、アウト。完全試合までアウト2つとしています。6回の2打席目、セカンドゴロに終わっています。外目のボールから来ました。ワンストライクノーボール。次の2球目、ストレート、ボールカウント2ストライク。打った、ファウルになります。さあ4球目、変化球決まった。安心で完全試合まであと1人としています。打順は次、先頭バッターは内野ゴロ、その後三振を奪っています。さあ完全試合の瞬間が近づいてきたか。まずは初球見送りました。ワンストライク。6回の第2打席、見逃しの三振に倒れています。稲本、さあここは追い込まれていますが、さあ完全試合は目前。あっと空振り三振、完全試合達成。ワールドベースボールクラシックセミファイナルゲーム2は15対0、韓国の勝利となりました。さあ今日のゲームご覧いただいてまいりました。今日のゲームの解説は田尾靖さん、黒木智弘さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。